じゃあ2回目の出演となるこのバンドは、はい、皆さんの心を最後まで揺さぶるそんな演奏を見せてくれるはずです。聴いていただきましょう、はい、グループラプション。ヘイジ、準備運営してくださって本当にありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ早速次の曲に行きたいと思うんですけど、次は今のオリジナルだったんですけど、次はコピー曲なんで、もしかしたら知ってる人もいるかな、知ってる人も知らない人もぜひみんなサイリウム手に持ってるかな、ありがとうございます。その手に持ってるサイリウムを使ってみんなで盛り上がっていけたらなと思います。お願いします。それでは聞いてください。庄屋のコピーで私は嵐。
演できてるかっていうのを少しだけ説明させていただくと、ここにいるギターの諏訪部が生まれた時からだよね、生まれた時から愛川町にずっと住んでいるということで、去年も1回目が若者たちの音楽祭あったと思うんですけど、その時も出演させていただいて、今回も引き続き2回目の出演となりました。本当に本当にありがとうございます。それでは早いものですが、私たちのバンド最後の曲となりましたが、皆さんまだまだ盛り上がっていきますか？まだ足んないくらい、もっと盛り上がっていきますか？ありがとうございます。それではサイリウム持ったり声出したりして、みんなで最後まで盛り上がっていきましょう。それでは最後